江北区。江北区は、横浜市を構成する18行政区のうちの一つで、ある。横浜市北東部に位置する、東急東横線沿線を中心に、住宅地、商業地が発達している。横浜線、横浜市営地下鉄沿線は緑を残しつつも、ニュータウンや大規模なマンションなどが立ち並び、今なお開発が進んでいる。特に、 東海道新幹線が通る新横浜駅周辺は発展しており2008年3月26日に19階建ての駅ビルであるキュービックプラザ新横浜が開業した。同年3月15日にすべての新幹線のぞみ号、光号が同駅に停車するようになった。小机町には2002年6月の FIFA ワールドカップの 決勝の舞台と2020年東京オリンピックのサッカー会場と J リーグ横浜 F マリノスの本拠地である横浜国際総合競技場日産スタジアムがある子でも知られる人口世帯数は共に横浜市のみならず日本の政令指定都市の行政区の中で最も多い横浜市政が指定する都心ツインコアの一つである新横浜都心のうち 神奈川区の羽沢地区を除くすべての地区が江北区内に所在し、それらの各周辺地区は現在活発に再開発が行われている。東急東横線沿線を中心とする区内東部には低層の一戸建て住宅中心の完成な住宅地が横浜市営地下鉄沿線を中心とする西部にはマンション中心の新興住宅地が広がっている。その一方で、 広い区内には随所に豊かな自然も残っていることから、横浜市内でも人気の高い地域である。広北区と緑区にまたがる地域に造成された大規模ニュータウンである広北ニュータウンは、その後の発展と人口増加により行政区が再編され、1994年に分区されて続き区となった。1939年。 昭和14年4月に、鈴木軍下の拡張村が横浜市に合併した際、神奈川区から分区する形で成立した。鈴木軍下の拡張村は、鈴木軍一帯での行政区成立を望んだが、地理的条件などを勘案し、神奈川区の旧大公村、白旗のく、日吉村、城郷村、小机、鳥山、岸根のみ、朝日村、諸岡の地域に、旧津岡村、 二股川村を除く鈴木群の拡張村をもって一、行政区とされ、成立当時の名前の候補として、菊名区が挙げられたが、横浜港の北にあるということで、江北区に決定した。誕生当時は、現在の江北区、緑区、鈴木区、青葉区に、ほどがや区の上杉田町、荒井町を合わせた区域だったが、1969年に、緑区、現在の緑区、 青葉区及び、都筑区の一部を分区し、上杉田町、荒井町は、ほどがや区に編入された。さらに1994年11月に、行政区再編成により、区の北西部地域が、都筑区に文化編入されて、現在の江北区に至る。日吉地区は、平成以前は、市外局番、045の横浜電話に含まれず、旧日吉村域が、 中原郵便局管内であった名残から、市外局番044の純市外電話扱いとされ、電話番号は044から 6X、XXXX と9桁であった。他の市内と異なり市内へかける際も、045をダイヤルしなければならなかった。なお、同一市外局番だった川崎市へも、044が必要だった。年月日に、 横浜 MA に編入され、電話番号は045から 56X、XXXX へ変更された。広北区内では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。広北区選出の市議会議員は7名、県議会議員は4名、国会の衆議院は都筑区とともに神奈川7区に属する。かつては 旧松下通信工業も本社を構えていたが、松下グループの事業再編により、同社の法人格を継承しているパナソニックモバイルコミュニケーションズは、都筑区に本社を移し、旧本社はパナソニックコミュニケーションズ、現パナソニックシステムネットワークスの事業所となった。もともとは、鉄道沿線の駅前を中心に商店街などが栄えていたが、 最近大規模開発が行われている新横浜駅周辺が商業の中心地になりつつあり、港北ニュータウンの発展も含めて企業の進出も多い。現在でも田園風景が多く残っており、市内でも農業が盛んなくの一である。古くは鶴見川を中心に稲作や果樹、桃びわいちごなど、東京などに向けた近郊農業が盛んに行われていた。 現在は、新羽大熊農業専用地区などを中心に、ほうれん草、小松菜など軟弱野菜の生産が行われている。戦前は、全国的に有名だった、津島の桃、日月島があった。区内には、以下の各金融機関の支店、出張所が置かれている。区内の郵便局は、以下のものが存在する。公立、広北区は、旧横浜東部学区に属する。 市立、公立、市立。区内には4社局が乗り入れている。直通で渋谷など東京都心部へ出られる東急電鉄の利用率が高い。将来的には神奈川東部方面線、相鉄新横浜線、東急新横浜線も計画されている。北西部はバスの利用率が高い。主なターミナルは日吉駅、綱島駅、 新横浜駅。高速バス路線は、東急バス新和営業所と、富士急湘南バスの共同運行で、川口湖、御殿場プレミアムアウトレット方面への2路線が、運行されている。空港連絡バスとして、新横浜駅から羽田空港、成田空港、運休中への便が運行されている。高速道路、一般国道主要県道一般県道観戦指導。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。